こんにちは、佐々木です。今日ですね、転売の失敗ですね、僕の失敗なんですけど、それをぜひね、もうこれやっちゃいけないっていうね、転売のビジネス紹介します。それはですね、なんとスマホ転売なんですよ。はい。で、スマホ転売ってやったことある人って結構いると思うんですよね。ヤフオクとかね、アマゾンでも一部売ってる人いると思うんですけど、でスマホ転売ってね、何がね怖いかって思うんですよね。でそれね、一つですね、僕の本当失敗談紹介しますね。まずですね、例えばスマホ、例えばソニーのエクスペリアとかね、何でもいいですよね。ちょっと思いますが、 iPhone でも何でもいいんですけど、外国から輸入しますよね。で輸入するのはいいんですよね。eBay から仕入ればいいんですけど、ただ一つ弱点があるんですよ。で何がダメだって、それはですね、偽物が結構入ってるんですよ、実は言うと。でこれね、パッと見、本当の一般の人がねパッと見た時に、これがね本当偽物なのかっていうのをね、どうなのかって分からないですよ。でそれぐらいね、元箱とかね、元箱の作りがすごいいいんですよ。でパッケージじゃないですよ、ちゃんと下地が作ってるんで、これ本当かよっていうのはあれなんですね。本音ですよ。それとですね、商品あるじゃないですか。で外国からね、iPhone でも何でもいいんですけど、輸入したことある人分かるんです。電池の減りがね異常に速いんですよ、ハイスピードの電池になかったんですよ。はい。で外国製品なんでね、別にそれ分かってて買う人もいるし、特に問題はないんですけど、逆にね返品も多いんですよね。はい。でちょっと話戻しちゃうんですけど、輸入するじゃないですか。で基本的にですね、ソニーとかね、どこでもいいんですよ。で僕の場合はね、エクスペリア輸入したんですよ。で確かね4つ輸入したんですけど、名古屋税関に引っかかったんですよ。でなんでね名古屋税関に引っかかったかってわからなかったんですよ。で後でね、税関から紙が生き残られてきて、でこの商品はですね偽物ですと、なのでもうこちらの方で燃やしますっていう処分の紙が来て、びっくりしたんですけど、電話したんですね。そしたらこの商品は、先も言ったんですけど、元箱とかね、確かしっかり作ってる、ただしねこれは偽物だと、なので輸入はできない。知的財産権ですね、要はね。同じソニーでもそういう感じって系列でできないみたいなんですよ。それがね一番ね、正直びっくりしました。輸入できないってなんですよ。はい。なのでもしねスマホ転売やりたいっていう人はね、これ絶対ね引っかかりますよ。はい。試しにやってみて分かるんですけど、アマゾンじゃなくて、ヤフオクで売るっていうことも、おそらくね税関に引っかかっちゃうので、ぜひねやらない方がいいですよね。利益は出ますよ、正直。2万円とかね、3万円とか、多ければ4万円とかなんですけど、できればやんないんですよね。あまりおすすめできないですよ。はい。そうするとですね、次なんですけど、アメリカからね、アメリカの本場って iPhone じゃないですか。で、iPhone もね、輸入したんですよ、実は昔。で、いつだったかな、iPhone6 か7とか、ちょっと忘れちゃったんですけど、iPhone の形がね大幅に変わるとかって言われてるときで、儲かる商品だったんですけど、それで、これがね、本当ね、アメリカの人も本当犯罪のプロだなと思ってね、もうびっくりしたんですけど、アメリカのね、eBay で売ってるじゃないですか。で、iPhone 売ってますよね。そうするとですね、ロックかけちゃうんですよ。で、iPhone ってね、アメリカでね、やっぱ住所とかで結構しっかりね、管理してるらしくて、商品のね、なんていうかな、住所のね、ものが違うとですね、買えないんですよ。ロックかけちゃうんですよ。その本人じゃなくて開けることできないんですよ。で向こうの人たちはね、すごい面白いのは、それをね、本体を、24回分割で買うみたいなんですよ。わざとね、ゼロで買う、ゼロで買ったのをわざと、要はキャンセルしたのね。キャンセルかなんか、なんとかな、すごいね、本体をね、ただだから安く購入したのを日本の eBay、 日本人で売ってるんですよ、 eBay で。なので向こうボロ儲けじゃないですか。これゼロで言っても、ゼロにしてるんで、全力を日本人に詐欺で売ってますよ。そうするとこっちに日本に来た時に使えないんですよ。アクティベートからなんかロックかかっちゃって使えないっていうのが
あのアメリカのね、まあ、犯罪のやり方で、まあ、それでね、何台引っかかったかな、4台ぐらいで、まあそれで本当にね、そのロック解除だけで1万5000か2万円かかったので、もう利益が出ないですよ、ボロボロ下手すマイナスですね。でヤフオクで言ってもヤフオクで購入したい人っていっぱいいるんですけど、ロック解除の仕方知らないとか、ロック解除してくれって話ができて、で僕もその時当時本当困っちゃって全部調べたんですよ。で、ある日本人、アメリカ住んでる日本人の方がにコンタクト取って、ね、で聞いたら、ここ使うんだよっつって、あ、それアメリカ犯罪だよっつって言われたんで、あ、そうなんだみたいな。で、イギリスとね、アメリカにそのロックの解除できる会社があるんですよ。でね、その人たちはね、アップルの方に通じてるらしくて、で、お金かかったんですよ、それ。なんか読んだら8万円ですよね。1個で万円。それでやってもらったんですけど、とんでもないですよ、本当に。はい。で、確かにね、iPhone って、まあ、個人で出してる人もいて、儲かるに儲かるんですけど、個人で出してね、逃げちゃいますからね、向こうの人たちは。もう、日本人よりも eBay は使うじゃないですか。向こう、日本ってね、ヤフオクとかね、まあ、メルカリとかね、まあ、ラクマンなんでもいいですけど、まあ、楽天とか、まあ、発展中じゃないですか。向こうはね、eBayがするんですよ、やっぱり。なので、それをね、売り飛ばして、もう逃げちゃえばいいやって感じでね、もうそういう、なんていうの、考えてるとかね、もうやばいですよ、ね、はい。なので、もうそれからね、スマホ転売はもう、一切やめなくなってね、やってないですけど、まあ、儲かる商品もありましたよ。ヤフオクで調べてね、なので、まあ、iPhone 片落ちとかね、まあ、引っかからないのもあるもんで、まあ、たまたま Xperia で引っかかったんで、ソニーは今はどうかわかんないですけど、まあ、厳しいかもしれないですけど、まあ、iPhone はね、まだ輸入とかできるもんで、まあ、もし興味ある方ね、まあ、eBay で仕入れて、ヤフオクって言って、まあ、お金儲かるのでいいんですけど、まあ、とりあえずですね、輸入するときにですね、税関が怖いですね、本当ね。模造品で引っかかっちゃうんで、まあ、もしね、その点をね、気をつけていただければね、まあ、今後の まあ、私の方は結構、まあ、いろいろね、まあ、失敗談っていうのもあるんで、まあ、そういったのをね、まあ、この動画でどんどん流していって、ぜひね、まあ、あなたのね、まあ、聞いている方のビジネスに、ね、役立てていただければいいかと思います。まあ、ぜひね、スマホ転売っていうのは、まあ、特にアメリカはそうなんですけど、まあ、税関とね、偽物、アメリカの、まあ、偽物じゃないですけど、アクティビティっていうのをロックかけてるってことで送ってるんで、もうぜひね、やんないでいただければいいかと思います。ぜひね、気をつけてください。はい。ではね、今回の動画は以上となります。最後にご視聴いただきまして、ありがとうございました。